ちゃん。こんにちは。ゆたかさん、まず最初にね、この動画はあの謝罪動画から入らなきゃいけないのかと思うんですけれども、ゆたかさん、どうも。どうも申し訳ない。優勝セーブ。はい。どうなっちゃったみたいな。そうです。西武は、3年ぶりの最下位が決定しました。もうマジ期待してたけどな。ですよね。投手力は半端ないもん。その投手力、高橋光成は一生もできないっていう。どうしちゃったのっていう。このいきさつが見たい方はですね、今出ているおそらくここですね、ゆたかさんの開幕前の優勝予想というものを見ていただければ、なぜ謝罪から始まったのかが分かると思います。今年のパリーグの優勝予想をゆたかさんは西武にしていました。何もかもダーカンだったな。一つもでしたかね。何かもう、まあ一つは隅田がなんか一本立ちできたかなっていう、今年はね。そこが良かった。まあ良かったと思うでしょ。はい。思うでしょ。もう投げやりだけどね。思うでしょ。うん、それとまあ竹内が、ああそうですそうです。まあちょっとね、後半な、やっぱこう疲れとか、まあそういうのがあって、ちょっと勝ち星が伸びなかったけども、はい、まあこれは春先は良かったでしょ。よかったっしょ。新人を取るんじゃないかって。よかったっしょ。まだわからないけどね、新人はね。そうです、まあ、結果はね、うん、だけやっぱ打てんし守れんしみたいな、うん、選手は育ってないしみたいな。野手そうでしたね。ちょっとあの今年の西武のちょっといいですか、はい、あのストーリー振り返るということで、いち早くちょっと終わってしまったので、今年何があったか。一緒いいですか、はい、5月19日西武自力優勝消滅。早いな。めちゃくちゃ早かったんだよ。ゴールデンウィークこれ明けとともにですよ。そうだよ。もう勝てなかったもんな。勝てなかったですね。点取れないしな。でこっから1週間後です。5月26日松井稼頭央監督の休養発表、そして渡辺、GM が監督代行ということで就任ということで、はい、交流戦前に発表されました。まあ、これはもうしょうがないでしょ。成績出ないんだ。しょうがない。これしょうがないよ、本当に。ですよね。そこからです。トレードとかたくさんやっていくのかなと思っていたんですけれども、ようやくです。6月に入って24日、若林選手トレード発表。はいはい、これジャイアンツで松原選手とトレードということでした。はい、でさらに、トレードで言えばソフトバンクの野村大樹選手を、はい、またトレードで獲得と。いうところです。今松原選手はいないっしょ。なんかそういう結果になってしまいましたね。何をやってんのかね。じゃあこれだけのチャンスをもらってな。本当です。さあそして8月夏場です。8月22日、ヘスス観光客帰国ということで、これアギラのこと、怪我でもう帰国。いやもうね、アギラもうね、コルデロ。はい、コルデロ。もう期待したけどな、俺。あ、今年はこの2人はやるかなって。はい。その前の年が当たってないからさ。そうですね。でも前の年じゃなくてまだ良かったじゃないじゃんな。です。全くだもん。外国人ダメですね、最近西武。当たってないですね。当たってるとか当たったの宝くじ引いてるわけじゃないからね。まあそうですよね。見てきて取ってる。そうそう。うん、いやだから俺はあの2人を見て、まあある程度点が取れたら、うん、まあそういえばピッチャーがいいし点やらないから、はい、こう勝つんじゃないかっていう風な計算だったんだよ。全くだもん。全部の計算が外れちゃってるわけですよね、高さんの。こんなに外すなんて珍しいっていうか、コメント欄にね、いやお前いつもだって書かれるんだよ。ふざけんなもんやろみたいな思うんだけど、はい、こんなにダメかって思うよね。今こんなにダメかとおっしゃいました、うん、こんなにダメなことも起きてたんです。8月29日開幕からロッテ相手に16連敗。こんなに外すかということでプロ野球ワースト更新。ダメっしょ。ダメっしょ。これはあのこうほんと勝てないからね。負けることの方が難しいんじゃないかっていうぐらい。いやロッテはもうだから A クラスにいるのはもう本当西武のおかげだから。様々ですよね。そして8月31日その2日後です。西武クライマックスシリーズ出場が消滅しました。まだあったんだね。まだ一応ありました。そして9月10日に最下位が確定と。まあ、ちょっと短めのストーリーなんですけれども、今年の十分だよ。十分ですかね。もう他に語るところがない。そうですね。もういや本当に確かにそうですよね。ピッチャーでいうと、もちろん高橋光成投手、今井投手、そして平良投手、隅田投手がいて、松本投手がいて、で竹内投手でって、
で、甲斐野がいてな。そうです、抑えに甲斐野投手だったり、アブレイユがいて、某高橋投手いてって、もう万全なはずなんですよね。肌もよかったね。いつの間にかいなくなった。そうなんみんないつの間にか。あれ、金髪にしてからいなくなった。なんかそれが鬼門だったのか。どうかわからない。すごいよかったけどね。さすがにな。で、平投手に関しては怪我というかで離れてからは中継ぎに回るという異常事態で、松本投手も中に回ったりとか、そうだな。はい、で高橋光成投手が一緒にできない。そうだな。グーの音も出ないんだよ、うん、今は三振ばっかり狙って投げてるって、はい、いやでもそりゃそうだよね。チームに目標がないんだもん。もう見失ってますね。そうそう、いやだから自分の目標で、うん、もう三振しか狙ってないというな、はい、三振脱三振は取るぞみたいな。もうそこだけはっていうことになってきますよ、ね、いやそれも取ってくれた方がいいよチームとしては。何か一つでも個人成績がってことですよね。まれに見る弱さだったな。だからまあ昨年中日が最下位になったりとかしたけども、はい、ここまで弱かったか。いやここまでではなかったと思いますよ。今西武って何敗してんだろう。9月10日現在で83敗です。で40勝しかまだしてないんですよ。勝率2割5分切ってんの。勝率はあの3割2分5厘です。そこはあのキープはしてるんですけれども、打率みたいになっちゃう。そうですね。でソフトバンクが現在45敗なので、そこと 勝利がなんか似ちゃってるのかなみたいな感じになってはいるんですけれども。ちなみに、中日はどうなっているかというと、中日今現在で53勝66敗、西武よりかはもちろんいいです。まあ昨年とか中日なんかは56勝82敗でしょ、うん、4割6分あったでしょ。あ、4割あったんですもんね、勝率がね、はい、82敗だからね、うん、もうそれ超えてるんでしょ。83敗いやだから相当負けてる感じがするもんな。いやそうですよね。で5位とは18ゲーム差、5位とですからね、首位とじゃなくて。なんでここまでになっちゃったのか、まあ、打率も現在2割8厘切っちゃうんじゃないかっていう2割をいう、まあ、源田がな、はい、ファーストに滑り込んで起き上がってこないと思ったら、うん、その場で泣いてたりとか。ありましたね。で今井投手が寄って迎えに行ってな、はい、次の日勝ったけど、また次の日からは負け続けたという、はい、誰か泣かなきゃいけない。誰かが泣いて鼓舞しないといけない。毎日辛い。で得点もそうなんですけれども、今現在で得点が290得点ということで、あのソフトバンクが517なので倍弱ぐらいですよね。まあ、何も言うことがない。グーの音も出ないと。いやそうするとね、やっぱこう戦いながら、まあ、来季に向けて戦い出して、はい、まあ、いろいろこう試行錯誤しながらね、GM が。まあ、やってたんだけども、まあ、それでもこれ4番将来的に打たすバッターじゃないよねっていうのを4番に据えるしかいないというか、4番候補すらファームにいないというか。どうして今年がそれに当たっちゃったんですかね。いやだからピッチャーの方ばっかりにドラフトを気に取られてて、野手は取ってなかったな多分ということなんですけど、去年はまだ良かったのは、なんで去年は良かったんですか。今年より良かったのは、さあおかわり君が打ってくれたりだとか、栗山が元気だったりとか、まだね、うん、今年よりはね、うん、とかじゃないのぐらいなんですかね。あとはやっぱ高橋光成も勝ってたし、うん、今井投手も勝ってたし、勝ってたし平投手もっていうことも、もちろんそのピッチャーも軒並みダメになっちゃった。いやそうだね、打てないとね投げれなくなるよ。そうなってくる。だから力投力投してもさ、負けてるみたいな、うんうん、それじゃ困るよ。今日珍しく3点取ってくれたら頑張ろうぜみたいなのもないもん、うん、そうですよね。だから誤算で言うと、あピッチャーのやる気、まあ、やる気っていうかやっぱそうだな、まあ、それも含めて数字が上がってこなかったよね、うん、はい、高橋コーナー、まあ、平の経過、うん、まあ、なかなかこう全員が揃わなかったっていうことはあるよね、はい。で野手でいう誤算というと、やっぱこう守備の破綻っていうのもあったよね。うん、まあ、それはあれだけ負け続けて攻め続けられると、うん、まあ、破綻もきたすんだけれども、うん、まあ、だけどまあおかわり君が、まあん中で言えばもう4番を打つしかないっていうところで、うん、まあ、使われなかったっていうこともあるし、はい、まあ、外国人もそうだし、うん、やっとここに来て西川が成長してきたかなとか、うん、佐藤龍生とかね、はい、まあ、感じられるところはあるんだろうけども、うん、まあそれにしてもやっぱまだ足りないな。野手は松原なんか巨人でね、あれだけみんな評価高くて、はい、使いやどうのこうのって言われてて、うん、まあ、やっとトレードされてよかったなって言ってたのが、まあ、全くダメだしね。
だトレードもいわゆる失敗に終わったってことなんですか。若林選手を出してしまって、まあ、若林は病気になっちゃったからね。あ、まあまあまあそうなんですけれども、まあ、ジャイアンツではね守備で、いいところを見せたりとか、サヨナラホームラン打ったりとかしてたよな。だとしたら若林選手を出さない方が良かったのかなとか、まあ、どうしても松原が欲しかったんだろうな。うん、そうなんですね。まあ、あの裏大事な、はい、まあ、ホームラン打ったりとかいろいろするけども、けど長く続かないよね。うん、まあまあまだ若いっていうこともあって、はい、まあ、これからだろうけども、うん、来季も苦しいと思う。やっぱり来季は優勝予想には絶対しない。また裏切られる。まあ裏切られたとも思ってないんだけど、うん、惜しかったら裏切られたと思うけども、うん、こんなんだったのみたいな、うんうん、私の見る目のなさにただただ情けないだけだよ、うん、実際戦ってる選手たちもこれは描いてなかったと思うんですよ。いや、そりゃそうだろうね、うん、誰一人だと思うんですよ。あの僅差の試合が続くっていうことは思ってても、うん、はい、こんだけ負けるとは思ってないと思う、うん、それは誰一人としてだったと思います。ごめん、楽天が、はいはい、まあ、136試合の時だけども、はい、だから38勝に97敗、はい、2割8分1厘の勝率しかないという、ここに到達してしまうんじゃないかって、もっと悲惨なことになるんじゃないかっていうような心配はあるよね。うん、ありますね。一応38勝で、西武は今40勝なので、あ、試合数が違うからあり得るのか。だから勝率だよ。勝率は勝率が今いくつだよ。今325です。まだ余裕ある。まだちょっと余裕あるんですけれども。いや、だけど分からない。あれ、楽天は寄せ集めの時だからね。そう、発足当時ですからね。これはもうちゃんとドラフトして選手がいる状態だからな、はい、ここに行かないことをちょっと、まあまあそうだね、願いつつ、まあ、願いつつつな。ファンもチームも、あ、選手も、何より選手もこうなるとは全く予想はしてなかったとは思うんですけど。長かったと思うよ、今シーズンは。なので、まあ、豊さんの、まあ、誤算とはいえ、ここはちょっと攻められないのかなっていうふうには思いますね。ちょっと、いや、攻めてくれていいです。いいんですか、いいんですか。もうがっかりしたから。そうですよね。まあ、来シーズンもまだまだちょっと厳しいのかなと思いつつ、ただ、ね、あの将来2年後、3年後、4年後を見据えた上でまたあの強い西武に戻ってきてほしいと思うので、まあ、外国人にもよるからな、取るね、うん、ただあとピッチャーたちがメジャーに行くっていう風になると何人かは抜けていくので、いけるか、今年の成績で誰がいける。あの数年後に、数年後って言ったら1年、うん、2年、うん、のうちには立ち直るよ、これだけピッチャーがいいから、うん、ちょっと打てればいいわけだから。じゃあやっぱやり野手か。やし、やしですね。ただそうなってくると、数年後メジャーに行く選手も投手も出てくるってなると、もちろん野手の強化も必要なんでしょうけど、まあ、投手陣、先発投手陣っていうのも何人かは育てていかないと。いや、そう、もちろんそう、ね、あのまた厳しいっていう状態に陥りかねないので、はい、ちょっとここからまだね、誰が監督されるかまだ決まっていないので、監督が決まると方向性も見えてくるのかなって。まあ、そうだな、うん、誰がやるんだろうね。苦い感じで誰がやるんですかね。本当、また強い時のあの西武に戻して、いつか豊さんがあと何年後かにまた西武を優勝というふうに予想できる日まで、なんか俺死ぬみたいな。できる日まで、また会う日までじゃないですけど、いつか優勝っておきたいですもんね、西武。そうだな、うん、ちょっと数年かかるかもしれないですが、それをまた信じて。そうだな、うん、また会う日まで、また会う日まで、ね、あのキーを4つ下げてくれ。もう上の木はダメか。